はい、お疲れ様です。さあ始めましょうか。今日は何だった、ああ一人親方必見、どうやって仕事を増やすか、たくさん仕事が舞い込む方法か。まあこれはね、俺もね、まあ、いかにみんなに見てもらえる動画を作ろうかって悩んどるもんね。まあ悩んだんですけど、でこのテーマに対して悩んだっていうよりも、その、まあ、こういう動画はいいのかなっていう感じで自分で作っててね、まあ、ただ見てくれそうだなと思ってタイトル的にはね考えたんですけど、まあ、一人親方っていろんな、まあ、くくりがあるからさ、まあ、うちにおるのも一人親方だよな、いっぱいおるな。で、なんちゅうかな、まあ、もちろんね、みんな一生懸命働いてね、なんちゅうかな、成長してってるんですけど、そのさ、まあこれ聞いてる人がまあどうか分かんないけどさ、まあこの間ね、ちょっとね、俺も社員と、まあ、その差しで酒飲んだんですけど、まあこのセミナー動画を従業員が聞いてるっていう話を聞いたので恥ずかしくて、なんかそればっかり頭に出てくるんだわこれも聞かれるんだろうなと思うと、かーくんてか名前言っちゃったね、うん、なんかまあ恥ずかしいんだけど、うん、まあまあ一人親方か、まあ、うん、でどこで勝負するかってあると思うんですよ。そのどこで勝負するかっていうのは、まあこれから会社を大きくしていきたいだとか、なんかまあ好きな人に惚れた人にねついてって、まあこの人と一緒に成功してって会社を大きくしてって、うん、あの一人親方で、一人親方だろうが従業員だろうがまあ関係ないと思うんですけど、本当に俺はね、まあ従業員だろうが、まあ従業員でもそうだよね、まあいつかこういうところで学んで何か自分で会社を起こしたいって思ってる人もおればね、従業員にここの会社にこの人と一緒にね、成功したい、である程度の役職について一緒に成長していきたいと思ってる人もおりゃ、まあ、毎日給料だけもらえばいいやみたいな感じでね、まあそれはいろんな人がおるし、もう俺もそれは別に責めることでもないしね、まあ、例えば女性っていうのはそうじゃん、結婚のこともまあ考えてるわけじゃないけど、女性ってどっちかっていうと何かその人を助けてあげたいっていう力の方が強いじゃん、ね、女性の方がよう働くと思うんですけど、うちは。だけどじゃあそのよく働くからっていうエネルギーが男の人みたいになんか、うん、社長に認められたいとか、なんか成功したいっていうエネルギーよりも、女性ってなんか助けてあげたいって思いの方が強いよね。多分社長困ってるから助けてあげたいとか、営業マン困ってるからこの人のサポートに回ってこの人を喜ばしてあげたいって思いの方が多分強いじゃないですか、女の人って、うん、だからな、何がその人のエネルギーになってるかってまあ分かんないから、うん、あれですけど、まいたん川合くんに怒られるでって15分以内に終わらせなかったな動画とか言ってた、それで、まあ、まずさ、どこで勝負するかの話にまあ戻るんですけど、自分がまあうちの会社は良くも悪くもまあそれはそれにとっていいと思うんだよ。俺がこうだからだよ、別に。だって人は関係ない、そんな会社好きじゃないとか嫌いじゃないとか、まあ嫌いじゃないって言ってくれるの嬉しいけど、好きじゃないって言ってって言われるのはかなわんで、そういうコメントは入れてほしくないんですけど、まあ俺はその上昇志向というか、まあね、日本一の塗装屋作ろうって今動いてるからさ、もちろんだから、いやまあきついわけよ、きついだろうし、そのまあ成長していくわけよ、人もどんどん増えていくしね。だけどそういう人についてって、まあ一緒にね、役職も上がってってね、部下が1人しかいなかったやつが5人になって、5人が10人になって、ねえ川合くんって言って1人でこんなことやったら俺も気持ち悪いなね、うん、でまあいろんな意味でそのついていってね、俺についていって、まあついてきてる人っていうのは、まあマインドが合ってるっていうのかな、一緒になって成功したいなと思ってる人が、まあついてきてくれてるのも、男は特に多いと思うんですけど、職人さんでも営業を含めてもね。ただその何ちゅうかな、そういう人じゃない人もおるじゃん、社長が。でもそれってもう社長の会社って言ったら失礼ですけど、やっぱ社員のために社長がいるんだけど、なかなかそういう考えの人もいないから、まあ結局社長の会社だもんさ、どこまで行っても、うん、俺は会社でかくしたくねえんだよって、うん、まあ3人でやってきてんだよずっと、うん、まあ別にリスクなんか背負いたくねえって、人なんか抱えたくねえって、うん、まあいう人はおるもんね。でそれはもう社長の考えで、社長が間違ってるっていうわけじゃないからさ、
もう勤めた以上親分だもんで、なんかそうそう、今日たまたま現場行ってね、仕入れの職人さん、まあ応援に入ってたんだけど、昔から知ってて、あのうちの職長ね、珍獣山口っておるんですけど、珍獣山口の、まあ、昔から、知ってるって、もう山口の上だな、50超えてんじゃないか、下手したら。今日たまたまお盆だからって言って現場入ってくれてて、たまたま現場行ったらいたので、喋っていろいろ喋ったんだけど、7つの習慣っていう本があるんですけど、まあそれはまあネットで検索したら出るしね、あのあんまその話するとあの俺の タイムがパイクに怒られちまうで、あのあれですけど、そうそう、7つの習慣ってノーディールか、その何、まあ例えば俺と誰かが交渉しますと、まあ社員、対社員でも同じじゃん。で例えば俺がああだろこうだろこうだろ、お前女働けばやろって言って、このね社員は恐怖で、はい、分かりました、すいません社長って、僕もう怖いから働きますって なるわけじゃん。それってただウィンウィンじゃないから長続きしないと、だからお互いが話し合ってその第三を見つけるみたいな話があるんですけど、まあ結局何言ったら、俺は周りもっと働いてほしいと、これじゃ納得できんと。でこいつからしゃ、いやいや僕はもう十分働いてると思ってますと、じゃあちょっとちゃんと話そう前って言ってさ、いろいろ話して、でもこうやってなって、まあ、人と比べるわけじゃないけどって、お前の得意な分野はどこだここだってやってるうちに、あこいつは気づくかもしれんし、俺も気づくかもしれん、あお前は現場でね、なんか生産性は低かったように見えるけど、あいろんな人を助けるとかそういうフォロー回っててくれたんだって。実際営業もいるからね、そういうのが得意な営業マン、契約が得意な営業マンだけど現場管理が甘いやつ、いろんなやついるじゃん。だからそうやって第三案、じゃあお前にこういうものを求めてもいいのか、いやいいですよ社長、それは約束しますわって第三案が決まるんだったらいいけど、お互いがね、お互いが不幸になると。だからこいつもね、その俺もね、あの妥協して、なんかこいつがああだ言ってる、ああ分かった分かった、じゃあそうか、もう分かった、じゃあお前一生懸命やってんならもういいよ分かったよって言って、そこで契約して契約っていうかね、心の契約してしまうと、まあまた腹立っちゃうわけじゃん俺は。だからまあお互いに話し合ってしっかりそのゴールを見つけた方がいいっていうことを、もうたまたま、でたまたま現場であったら社長のそのまま YouTube を見てくれてるし、まあ、たまたま俺山口ってその珍獣にあのその7つの習慣の本をプレゼントしたわけよ、これ読んだらいいぞって言って、なら、まあ、それをたまたま車で見たらしくて、その会った時にね、山口と。で、山口もアホやもんで、車に乗せっぱなしで読んでないんだけど、別に。で、乗せっぱなしになっとった本をたまたま見て、あ、社長からもらったんですっていう話から、でその人もその本読んでて、あ、一回社長になってみたいなって思っとったっていう話なんですけど、まあ、それを話すともう7分28秒来ちゃったけど、そうそう。んで、ん？何の話だ。あ、そうそうそう。だって、お互いに不契約っていうのもあるわけよ。ノーディールって言ってノー契約だよね、多分。あの英語わかんないからわかんないんですけど、それだからお互いがそのもうじゃあ今日は、あそうかそうか分かったって、お前の言ってることはちょっとよくわからんな。でもこっち側もあもう僕も社長あの一生懸命理解しようとしてますけどって、まあね、物の言い方とかは大事だからさ、からそんなお前知らんわって言って言われたらバールやめてけってなっちゃうからね。じゃあその社長の言いたいことは分かるんですけど、なかなか僕の腑にはまだ落ちてないんで、まだこれあの今日は約束できませんと、また話し合いの場を持っていただけますかって多分言ってくれたらね、社員から。でまた話せるわけじゃん。で多分人間ってね、やっぱ同じ方向向いてると思うからさ、やっぱ勤めてる以上認められたい、ね、この会社に貢献したいってみんな思ってると思うからさ、まあ、思ってないんだったら花からそんな話になんないだろうしね。だからそういうのも大事ですよみたいな話なんですけど、まあまあ話がどんどんまあ広がっちゃうもんで時間なくなっちゃうんですけど、だから自分の親方、まあこれ今職人で一人親方でどっかね会社にはまっとる人も俺はハマってない人もおると思うんだけど、あのやっぱ自分の目標は見失わない方がいいと思う。本当にどんな目標でもいいよ、この人を支えていきたいっていうのも立派な目標だし、まあ俺は社員抱えて職人抱えてね、ある程度一発になって、ね、昔の先輩とか後輩にも認めてもらえるような人間になりたいとかさ、まあ俺もやっぱあるもんね、そういういろんな思いが、だからいろんなとこで、まあ、突っ張ったりそのね硬直したり、
まあ真剣に社員とも話すのもそうだよね。何もなんか俺がさ綺麗事言って社員のこと考えとるからね、俺はお前らのためだったら命を捧げれるよなんて綺麗事を俺はもう言わないしさ、うん、だけど俺の成功とお前らの成功は多分つながってると思うよっていうのは多分確かだから、うん、だからお前が成功しんと俺が成功できんって、うん、俺が成功したいしって、うん、だからまあ一緒に切磋琢磨してやってほしいって話するしかまあないわけですよね、うん、だから皆さんもまあその今周りにおる関係者世話になっとる会社とかとやっぱどんどん話し合って、ね、自分がそのノーディール契約しないっていうのは大事だと思うし、うん、じゃあ外抜けてもいいですかとか社員抱えてもいいですかとか、うん、本当にね自分を大事にした方がいいよな、まあ、俺本当最近本当すごい思うんだけどこの数日さ、うん、まあ自分が我慢するのも大切だけど、まあ、言いたいことはちゃんと言った方がいいだろうし相手にとってもプラスだしね、まあ、その時はカーッとお互いになるもんで、うん、まあぶつかるだろうけどまあお互いに話し合わなきゃ分かんないことってあるだろうし、うん、まあただただ黙々とこいつ腹立つわボケーって腹の中で思ってても、まあ、しゃあないでしょ、うん、だから俺はまあ社員ともぶつかるし話もするし、うん、だけどまあないがしろにね、うん、てめえらーっつってそのまま終わることはしないようにね、まあ、ちょっとちゃんと話し合おうかって言ってまあその差しで飲むわけじゃんねえカラ君ここで振ってきたかと思ったと思うんですけど、まあそんな感じです。まあ11分喋ったでまた川合君に怒られちまうので、まあぼちぼちやめますけど、うん、まあどうやって仕事を増やすかっていう話になってなかったかもしれないけど、うん、まあ人を大切にしないいいしね、まあまずこれぐらいで終わろうか。またちょっと仕事を増やす方法、うん、まあそれも大事だけど、うん、まあまあまあその通りよ。でも自分がまずゴール決めることが、ゴール決めたら絶対あのいける。あ、うまい。川合君ごめん。もう一個大事な話があった。俺これメモっとるやつがあるんだけどさ、なんちゅうかな、どうなりたいか、うん、これも俺は本の受け売りなんだけど、その人だったかな、ちょっと違う人だったかな、いろんな本に書いてあって言うんですけど、まあよく俺も新卒の説明会でもこれ言うんですけど、これ本当に人生変わるからみんな言ってほしいんですよ。もしこの動画を聞いたんだったら、やりたいこととやりたくないこと書くみたいな、もう本当に簡単だ。例えばね、まあ俺本当に十何年前書いたことがな、ね、外車に乗るとか、ヘリコプターに乗るとか、うん、100億企業を作るとか、まあ、もうそんなことバーって書いたんですわ。だけど本当にね、何個出てきたかなんて言ったらね、そのベンツに乗るとかさ、外車に乗るっていうのもなんか絞り出した感じ。別にそんなに別に乗りたくねえし、別になんかある、みんな乗りたいけど、別にじゃあそんなになんかムキになって乗りたかったら乗れるじゃん、別にローン組んだね。でそんなレベルのあれじゃないと思うんですけど、やりたくないことを書けと。でやりたいことと俺やりたくないこと書いたら、やりたくないことって本当に出るんだわ、今やってることで。まあ、まず俺本当に出たの今でも覚えてる、嫌いな人とお酒飲みたくないとかね、間違ってないのに頭下げたくないとか、呼び出された、ね、嫌いな人にも俺はまあね下請けずっとやってたから、呼び出されて「ああ分かりました、すぐ行きますわ」とか言って、だからもう名古屋の錦って飲み屋街の近くに住んでたし、すぐ行けるようにね、うん、で呼び出されあれだしね、まあこういうこと言うとかあんけど、まあね、そういう世界だしね、裏金とかね、まあこれあんまり言えんけど、まあそういうのもあった、やっぱ、うん、お金の絡みね、お金のエトセトラをちょっとこれも言えんけど、まるまるの話でもちょっと言えんけど、さすがにだけど本当に、うん、まあそれがすっごいやった本当に俺は。でもうそんなんだったら別にもう会社やりたねえなってバーってうまくいったんですけど、1年2年で、まあ、塗り替え道場って元受けにやり始めたんですけど、だからそのやりたくないことを守る、その書くと必ず叶うみたいな。だけど本当に俺やりたくないこと全部なくなったからね。で俺朝早く起きたくないって本当に書いとったんだわ。だって職人の世界朝4時とかに起きるでしょ、だって本当に俺も相当そうだったもんね。下請けだったもんね、鈴鹿行ってこいとかさ、ね、平気だよそんな、もう全然あったよ、うん、静岡とかまたね日帰りで、うん、でそんなんだったらもう駐車場に4時半集合とかやね。で俺親方だから絶対一番に行かなあかんじゃん、社長だからね。で若い人たちが一番遠く行くやつらそれは出迎えたらなあかんし、うん、だって4時半とかに本当に普通に起きて、本当に普通に起きてたよ、うん、
で、もうなんかもう人間みたいな生活じゃなかったし、で3時まで飲んで、あの何回もあるよ俺、あもうちょっと朝の集合時間なんで帰らせてくださいとか言って、あおかあばい、まあいいや、もう一軒行くぞみたいな、本当何回もあったからね本当に。で、うん、まあやばいやばい、14分30秒であれですけど、だからでもそのやりたくないことを書くっていうのはすごい大事、本当に消えるから、俺本当にこれ騙されたと思ってやってほしい。こうやって言ってもやる人少ないんだけど、100人1人かなと思うんだけど、俺本当にそうやって本読んだらやるからここまで来れたから、うん、やったら絶対成功できるって。でそういうのが何回もやってたら、俺本当にバカ正直に全部やってたもん、うん、だけど素直なのが一番だね、うん、でいや学ぶ、何かは得れる、それがうまくいくかいかないかじゃなくて、やれば何かそのね、必ずあのテレビゲームと同じじゃない、次の面に絶対行くわけじゃん、だから違うもんが絶対見えるから、そのもうまずやること、まあ、そんなんもう適当でいいやん、だって30分ぐらいできるでしょ、やりたいこととやりたくないこと書くぐらい。俺新卒説明会で毎年喋ってるからもう多分1000人ぐらいに行ってると思うんだけど、多分じゃその中で何人やってんだろうな、多分10人もやってねえんじゃないかなと思うけど、まあ、これ動画聞いて本当に やる子、うん、で1年後2年後に本当にその書いたことがなくなりましたって連絡くれたらめちゃくちゃ嬉しいけどな、うん、人のね人生ちょっとでもね応援できたと思えば嬉しいと思うんですけど、まあ河合くんに怒られるんで、あの今日は切ります。